ランドマンナロイガルから数キロメートル正方から見たハウアルダサンランドマンナロイガルのキャンプ場ブレニステエンサルダランドマンナロイガルはアイスランド中央高地の南部にある火山へクラに近い一帯を指すランドマンナロイガルはアイスランド中央高地をめぐるハイキングコースとしてよく知られているこの一帯ではハイキングの拠点からさほど遠くない範囲に 様々な色彩の流門岩の景色や溶岩原が広がっている。周囲の山にも様々な色彩を見ることができ、特にブラウフニュークル及びブレニステエンサルダと呼ばれる山がよく知られている。観光に適している時期は6月から9月であり、それ以外の時期はハイキングコースは閉鎖されている。ランドマンナロイガルには1951年から運営されている山小屋があるが、 ここにはアメニティが備えてあり、78人が宿泊できる。山小屋の近くには温泉があり、やはり観光資源として人気がある。ランドマンナロイガルエは自動車で行ける道路が2本あるが、いずれもよく整備されているとは言い難い。レンタカーの場合は4輪駆動車を利用するべきである。30号線から32号線を通って、スルタルタウンギの水力発電所のあるダムを通り、 26号線から F208 号線、そして右折して F224 号線を通っていくのが最もアクセスが良い。リングロードからは26号線を通って虎方面に進んでも行くことができる。この場合はアイスランドの典型的な農村風景を見ることができる。アイスランド場の乗馬体験ができるところもある。しかし、例えばヨークルギルなどの場合は、 そこへ至る道路が行政の管理下ではないため、徒歩あるいは自動車でもアクセスが難しい場合がある。6月下旬以降の下記は、西部フィヨルド出身の夫婦が経営する店舗が食事や旅行用品を販売している。ランドマンナロイガルが出発地であることからその名があるロイガベアグルは、標準的には4日かけて巡る長いハイキングコースだが、レイキャビークの市街地にも、 ロイガ・ベーグルという名のショッピング街があり、大勢の人が毎日ゾロゾロと歩いているという意味で使われることがある。ロイガ・ベーグルの終点はソウルスメルクだが、もう一から二日歩くと、エイヤフィアトラヨークトルとミールダルスヨークトルの間のフィムベルズ・ハウルスを通ってスコウガルに行くことができる。ロイガ・ベーグルとフィムベルズ・ハウルスには、以下に挙げる名前の山小屋がある。 ランドマンナロイガルに関する情報情景、ありがとうございます。